はい、MPF チャンネルです。だいたい水曜日にね、陸運支局の方に車検の方はまとめてね、持ち込みしてますんで、明日もね、ちょっと車検の方行こうかと思いまして、こちらの車両もね、間に合えば持っていこうと思って、まあ整備してましたら、まあだいたいね、目処がついたので、こうやってちょっと動画撮ってます。で、ね、この車両も2年前にね、やはり同じように車検受けして、一通りね、整備もして、あとメッキ部もね、全部磨き上げて納車したんですが、やはりね、ちょっとカーポートの下ですとね、湿気等がどうしても来てしまって、メッキもね、またちょっとくすんでしまったんで、磨き直さないといけないかないうとこなんですが、あとね、ドラムブレーキもちょっとね、下からの湿気でリンク部とかね、あの動きが悪くなってまして、ですので、まあ一通りね、グリスアップ等して、やはりね、ブレーキショーも全部面取りとね、可動部もグリスアップしましたら、やはりね、タッチが良くなりました。まあいつもね、ディスクブレーキのね、キャリパーとかマスターシリンダーの話ばっかりしてましたが、ドラムブレーキもね、一通り手入れるとやはりこうタッチがね、全く変わってくるんで、まあこんなもんだろうと思って乗ってらっしゃる方も多いでしょうがね、たまにはこうやって、まあ、整備してあげるとね、効き具合というかね、もうこう、まあタッチですよね、もう効き始めのタッチとか、まあドラムブレーキですとね、ディスクよりまあそのあたりが顕著に出たりするんで、まあちょっとね、こういった時にでも整備するとよろしいかと。中学生の時は話になりますが、30年、もう30年以上前になるんですよね。で、この福山へね、広島県の方、その時も住んでまして、まあ中学生なんでね、試験の時はやっぱり勉強しなきゃということで勉強してたんで、まあ試験の時ぐらいしかね、勉強しませんでしたけれども、で、まあね、ちょっと息抜きでいうことで、今でしたね、スマホでこうね、ゲームしたりネット見たりとかできるんでしょうけど、その頃はね、まあ部屋にテレビいうこともありませんし、ラジカセぐらいはね、あったんで、まあラジオの方をね、ちょっといじくってね、アンテナ改造して遠くの電波拾ってやろうということでね、まあ関東の方の電波も拾えるようにしてラジオ聞いてたんですよね。で、その頃聞いてたのが、まあ TBS ラジオでね、あの所ジョージさんがバホバホ隊というラジオをやってまして、で、それをね、何かしらずっと面白いなということを聞いてて、で、その頃もね、やっぱりこう、まあ話してた内容な、まあエアガンですとか、あとね、アメ車の話だったり、スポーツターのね、話をよくしてたのは、まあ、耳に残ってますんで、まあ中のコーナーでこうね、その頃はあのメールとかファックスね、そんなに普及して、まあファックスもね、それほど家になかったと思うんでね、その日のお題で答えるとなるとやっぱり電話になるんですよね。電力いうのをやってたんですけれども、電話してオペレーターに内容を伝えていう感じでしたけれども、で、その日はね、なぜかちょっと電話してみようかないうことで電話してみまして、やはりね、こう繋がりにくいんですよね。で、2、3回かけたらなんか繋がりまして、で、その日のお題というのがね、なんか笑ってはいけないけど笑ってしまったようなこととかいうことでね、まあ振りがありまして、で、それにね、まあちょっと答えたわけです。まあどんなことを言ったかと言いますとね、まあやっぱりそこ番組の中でバイクとか車話してましたんで、まあその頃知り合いのお兄さんがこうモンキー乗ってたんですよね。で、モンキーでウィリー見せてやろういうことで、ウィリーしたらこうグリップがすっぽこ抜けてで転倒して、まあそれで笑ってはいけないけど笑ってしまったということでね、まあなんでもないことなんですけど、ちょっとこう電話の方で伝えました、ね、そしたらなぜか読まれましてね、あの所ジョージさんに読まれまして、で、電力なんでね、言葉でうまく伝わらないんですよね。で、読まれた内容が、まあちょっと知り合いのお兄さんがウィリー見せてやるよということで、ウィリーしたらハンドルが抜けて、まあこけてしまって、それを笑ってはいけないと思ったけど笑ってしまいましたというようなことで読まれたんですが、その時にね、まあ所さんの方がこういう嘘を書いちゃいかんとかいうことを言われてね、どういうふうに取られたかというと、こうハンドルのパイプが抜けてしまったと取られたわけですよね。で、自分としてはね、まあよくありますよね、グリップ接着しなくてくるくる回ってる、ああいうね、グリップがすっぽ
飛ば抜けてこけたというのを伝えたつもりだったんですが、どうもねオペレーターの方からこう伝わっていくうちにこうハンドルパイプが抜けて外れたというふうにつながってまして、もう嘘言っちゃダメいうことでね読まれてましたけど、で今でしたね、こういう仕事してましたら分かりますよね、こうハンドルがこうすっぽく抜けることはないと。でそういうふうにねこう伝わっていくにグリップがハンドルになりね、嘘言っちゃいかんということになってしまいました。でうわ広島県いうことでね、広島県から送ったということでおまけで読まれたような感じだったんですけれどもね、で読まれましたんでちゃんとねステッカーの方を送っていただきました。でそれはねちゃんと取って多分ね家の方にあると思います。でそのラジオの中でねこうミニカーの車庫端の仕方というのをね、解説されてまして、でその話聞きますとね、まあお話がうまいんでね、ちゃんとこう手元にミニカーあると、ああこうやるんだいうことでね、もう家のミニカー全部車庫端になりましたけど、ハの字になってね、そういったまあ面白いラジオ番組でしたまあ今ではねこういったお仕事してますので、ハンドルのグリップとハンドルのパイプの方はちゃんと分けてご説明できますのでね、ハンドルのグリップが抜けたというのは嘘ではありませんのでね、というお話でございました。ご視聴ありがとうございました。